はいみな、えー、さんこんにちはレックセニ任講師の早川と言います本日はですね2019年の社会保険労務士試験直前対策の早川道場のガイダンスを始めたいと思いますよろしくお願いいたしますはいまず最初にですねちょっとこのプレゼンター見てほしいんですけれどもここに、えー、まあ私の道場の名前が載っています2019年早川道場早川の年金法特訓道場と 書いてありますねこれがまず何かと言いますとまずは社老子の試験は8月にありますで、一般的に5月からが直前期というふうに言われるんですねで、直前期からは何をしなければいけないのかということなんですけれども5月まではまずは普通の講義やまあ独学方なんかもまあテキストを一生懸命見てまずインプット学習をしていると思うんですよねでまああの 一問一答とか過去問でその確認をしているってことなんですけど5月からは問題数を多く解いていかなきゃいけないそれで今までやっていたインプットの知識がちゃんと問題で活かせるかどうかっていうのをまあまず確かめていかなきゃいけない当然忘れてることもあると思いますし細かいことなんかは曖昧だった点とかがありますこれを問題で確認していくというね作業をしていかなきゃいけないということなんですけれども まああのもう一回ちょっとここのプレゼンターを見てほしいんですけれどもえここがえっと今ですね全体的な今これレックの直前対策講座のパンフレットなんですけれどもちょうどこの5月のところにいろいろ出てますよねこういうのがねで私の顔がここにあってここからまあこの講座があるよって言ってるんですけどこの5月からがえ直前期になっていくんですね。ここで拍手や改正法をやりながら、 えー、今までの知識5月までにこのゴールデンウィーク前までに普通の講義や、えー、ご自身で勉強した、えー、インプットの知識がちゃんとこう問題で、ね、応用できるかどうかっていうのをこの辺から始めるためにこういろんな講座があるんですね。で私はその中で、まあ、年金対策っていうのをやりたいと思って、まあ、この講座を考えました。ねはいえー、でまずですねこれあの レックに行けばありますしレックの社ャロのホームページにも載っていますねでこれがあの一番の表びよ紙なんですけれども、えー、これの四十四ページに、えー、私の講座の説明が載っていますねここは四十四ページなんで今これ見てくれれば構いませんねはい、えー、で主にどんなことをやるかというと、えー、レックの過去問ブックっていうのがありますね、えー、とこれなんですけれどもね、えー、これの国民年金と厚生年金の えーまあ、対で、えー、講義でどんなことをやるかっていうとまずこの一問一答を解いてもらいます、ね、これ時間を与えてて解いいもらいます、えー、それから、えー、その解説をしていく、ねえー、ということが、まあ、ここにも書いてあると思うんですけれども「一問一答過去問を実際に解いてもらい解、えー、答,答とポイントを講師が解説します」と。 でえー、まあ講座狙いのとこに直前期のアウトプット学習と重要事項の知識定着のために講師が選んだ一問一答の過去問国民年金厚生年金を実際に解いてもらい解説説とポイントを講師が、えー、まあ解説します回答とポイントを、ね、講師が解説で重要事項については基本に立ち返った説明をすることにより直前期の知識定着を図りますと書いてあります。えつまり、ねえー、このの時期っていうのは <laughs> 結局は今までインプットでやったことがちゃんと定着しているかどうかっていうのを。まあ、こういった一問一答を解きながら。ね、解きながら。まあ、ちゃんとできるかどうかっていうのを、まあ、見ていくわけなんですね。で、あの、間違えていたり、曖昧だったりしたら、まあ、基本テキストに戻って。えー、知識を定着させていくって勉強すると思うんですけれども。えー、これをもう講義でやってしまおうということです。ね。問題はご自身でやっていくと、まあ、ご自身でやるのは構わないんですけれどもね。間違えてテキストに戻る。 間違えてテキストに戻るただしここでやっぱり私が解説することによって14論点をもう一回確かめるっていう効果があると思うんですよね。はい、で、えー、と例えばですね、えー、とこれが、えー、これが一問一答過去問ブックですけれどもねこれを例えば使ってやっていくんですけれどもこの中のところにですね 1> こ1問一答をずっとやっていくんですけどここに振替加算はいいう問題が出ています、ね、で、えー、次の問題も振り返加算次の問題も振り返加算でこれページめくって国民年金のとこですね次のページも振り返加算がいっぱい出てるんですね。そうすると振り返加算についていろんな論点を一個一個やっていくもちろんあの勉強の時問題を解く時は一個一個やっていくんですけれども,もう解説の方は。 振替加算の論点を全部説明してしまう。まあ一問解いてもらったらそれに対して振り返り加算というのはこういうことなんだよということをえそれに対してどういうところを論点に問題に出してくるかというのをもういっぺんに教えてしまう一個一個やるのはもちろんね確認で大切なんですけどもそれはご自身でできます、ね。でそれが一個一個説明していく中でそれをまとめて知識として集約してもらうと内容を理解してしまえば どんな論点からあの例えば問題を出されてもできると思うんですよね。一個一個振り替え加算ってどういう時につくんですかじゃあ,あの振り替え加算って繰り上げできるんですかってね今回はできないんですけれどもあのじゃあ繰り下げすると増えるんですかってこれ増えないんですけどね単純に暗記してたってその内容が分かってなければあの忘れてしまいますやっぱり。いいいろんな知識をもうこののの時期っっててててうはは集約ししくくわけですからで加算ってつくものに関しては んとかっっていっぱいぱありますよね。中高齢化不加算だったり経過的化不可算だったりもう,どもうごちゃになっちゃうわけですよだから振替加算自体をこういう1個の論点があったらねそれ自体をまあ私が解説するそうするとそれは5問分6問分にもなるわけなんですよね。で例えばですねじゃ振替加算例にとって言ってみますけれどもあのちょっとここにね講義でもこういうふうにあうここも大事ですよってなったらこういう板 <laughs> 書っていうか まあ紙に書いいいててて、えーねえー、やっっこうと思っています、ね、であの生講義であれば、まあ、あのホワイトボードに書いていくっていう形をとりますけれども例えば振り替加算は振り替加算だけで覚えていくからいけないんですよね。振り替加算は国民年金に出てくるんですけれども実はこれ厚生年金の下級年金これが分かってないとまずは理解できないんですよ下級年金を振り返るんですから。ねで例ええば老齢で考えていくと 振り返り重なるときって夫と妻の図がよく出てくると思うんです。で夫が厚生年金で国民年金の第二号被保険者だったで妻が第三号だったっていう専業主婦で第三号だったでこういうのがよく出てくると思うんですよね。で夫は老齢厚生年金と老齢基礎年金がもらえるで奥さんはずっと専業主婦で第三号だったから老齢基礎年金がもらえる。 でえー、例えば今の、ね、国の年金のモデルっていうのはこれが標準モデルになってるんですよ。でこの3つでなんとか生活ができるようになってるんです。で老齢基礎年金なんか6万月に直すと6万いくらですよね。で老齢厚生年金の、まあ、平均値が9万とか10万なんですね、まあ、の一般される今の平均だとねでこの3つで生活できるようにしてるんですね。ところがこれが出るのが65歳で奥さんの方が大体年下の場合が多いので。 とこの三つが揃うのは旦那さんが六十五で老齢厚生年金と老齢基礎年金をもらってもまだこちらの老齢基礎年金は出てないわけなんですよ。そうするとその間をつなぐために下級年金が出ますよね。これ間をつなぐためなんです。だから夫が六十五歳で老齢厚生年金をもらうときに二百四十ヶ月以上あれば、えー、その時に生請を維持している六十五歳未満の 配偶者がいた場合、加給年金、配偶者加給年金がつきますよね。六十五歳まんとってつくのは、その奥さんの配偶者が六十五歳の老齢基礎年金が出るまでの間っていう意味なんですよ。ね。で、これは配偶者加給年金のことなんです。そうすると、ここから六十五歳から老齢基礎年金を奥さんがもらえるんですけれども、そうすると加給年金はもう出なくなりますよね。ところがですね、今六十五歳から えー、基礎年金をもらえる奥さんっていうのはじゃあ何年ぐらいの生まれだっていうことを考えるとその人が昭和の61年の時はここより前の期間っていうのは任意加入で加入してない人が多い合算対象期間で。 こっから3号の納付済みという形になるわけですよね。そうするとここの老齢基礎年金には合算対象期間が多いので、まあ、金額が低い。なのでこの61年の4月1日前に合算対象期間がある人っていうのが昭和41年4月1日よりも前の生まれの人、ね、これは習ったと思いますけれどもねこの人たちに合算対象期間が多いんで振り替加合算の対象者になるわけですよね。だからこれが出てくるわけなんです。 そうすするるととここをここをにに振り返るという形になり返形なますだからこの合算対象期間が長ければ長い生まれ年が古ければ古い人ほどまあ振替え加算の金額も高くなるっていうふうにねそれはこういうところにあったんですよ。そうするとこここに振り返られますす、ね、そうするとこの老齢基礎年金繰り上げた時に振替え加算繰り上げれますかっていう問題が出た時に下級がついてるんだから繰り上げれるわけないですよね。 振替加算だから繰り上げができないっていうふうに考えるんじゃなくてこれは下給年金がここの繰り返し加算に入れ替わるんだからこれを労齢基礎年金を早くもらうのは減額して早くもらえますけれどもこれ自体振り返り加算自体はまだ旦那さんの方に下給年金ついてますからこれはまあ振あの繰り上げできないですよね。こういうところよく迷うところなんですよ。で例えばこの労齢基礎年金を繰り下げた場合。 振替加算は一緒に繰り下がりますけど、増額できるかどうかっていう今度は話になったときこれもよく出るんですね。これは増額しないと覚えるんですけれども。あのー、繰り下げて。増額するっていうのは。自分の保険料が反映しているものだけなんですよ。ね、で、例えば。この基礎年金っていうのは。まあ、三号だから、じ、さ自分で払ってないですけど、三号期間で納付済み期間ですよね。だから、自分が払ったとみなしてくれるんですよ。だから、これは繰り下げれば。 増額するし例えば付加保険料とかねその見返りとして付加年金というのが出ますけどあれも繰り下げれば増額するんですけど振替加算そのもの自体はこれ全く旦那さんの下級年金がもらってるのでこの人のまあこういった、まあ、すごい簡単に言いましたけれどもあの講義でもうちょっとこれらへん時間かけようと思ってるんですが、えー、こういった。 論点や年金の仕組みっていうのを途中途中で入れてきます。そうするとそれが。いくつもの問題にも、まあもうあの反映できるっていうか。ね、一個一個の問題を暗記していくんじゃなくて。その年金の論点っていうのを、仕組みや論点というのを中に入れていくっていう形にしていきます。ね。はい、えー、まあ、あの年金法というのがね。えー、皆さん非常に、まあ苦手意識を持っている人が多いと思います。 そしてあの年金法というのは、えー、配点が高いですよ択、ね、一、あのー、確も国民年金厚生年金10問ずつあるわけですよねだから年金法の苦手意識を持ってしまいますと、えー、やっぱり合格すするにには非常に遠くなってしまいまいだからこれを、あのーね、まあ5月までに年金のテキストを読んだりインプット講義を聞いて、まあ、詰め込んで。 で、当然忘れたところもあるんですけれどもそれをもう一回この問題をやって考えてで間違ったら間違ったらいいわけです、ねえー。解説を聞いてテキストに戻ってもいいし今みたいにあの各々のテキストを今あの配偶者の下級年金と振り返りしました金両方説明しましたよね。でこれがやっぱり直前期だからできるわけなんです。各々の。 えー、5月までの講義っていうのは国民年金と厚生年金別々にやってますからねでそれを、まあ、くっつけるような形でもできるわけですよね。はいえーまあ、それがねそうすることによって問題を解いて解説を聞くことによって、あのーまあ、定着を図っていくというのが、えー、私のねいです。ねはいえー、それで、えー、使うのはこの「国民年金の過去問ブックを」を、えー、使っていきます。ね、でこれちょっとと見ると まあ問題数かなり多いんですよねこれ10年分ありますからでこれを講義で全部解くっていう形はしません、ねえー、と自分で問題をあの私が問題を選びますからでそれを何分以内で何問やってくださいっていうふうにやりますでそれに対しての、まあ、もう共通するような、えー、論点があった場合は途中でも今みたいに図を書いて、えー、こういうふうに覚えてくださいとかこういうふうに理解してくださいっていうふうに、えー、普通のインプット講義基本に戻ってやっていきます であのー、まあある程度全部の問題ができるわけじゃないのでそしたらその知識をね生かしてまた他の問題をやっていく形にします。だから例えば上げると最初はこのページの一番上の問題を何ページまでかこうやってくださいっていうふうに時間を与えてやってきますよね。でこの問題とこの問題っていうのはまあ大体論点が一緒なんですよ。ねえー、例えばこうなると ここののの問問題題とかこの問題っていうのはね、あのもう論点が一緒なんで1問目やって2問目やるともうこの解説読んだ段階で2問目も分かってしまう場合がありますからまずは例えば一番上を何問かやってもらってで、えー、途中で、あのー、共通論点があったらそのことを説明してで、えー、じゃあある程度のところまで行ったら今度また2列目やってくださいっていうふうに。 さっきのところを生かしてまた自分ができるかどうかっていう風な形でやっていきますね。で、えー、例えば国民年金と厚生年金、えー、これ両方やりますから、国民年金3回やって厚生年金3回やるというやり方はしません。もう国民年金をやったら次回は厚生年金っていう風うな形で交互にやっていきますね。そうしていかないと定着していかないんでね。で、やっぱり常に国民年金と厚生年金は一体で考えて、えー、もらいたいっていうのがありますので。 えもう三回国民年金やって三回厚生年金っていうふうにはしません。インプット講義はそれでいいんですけども、直前期っていうのは常に一体に考えていくっていうね、えー、やり方をしていきますね。はい。えー、で、えー、講座の形態としてみれば、えー、生講義と、えー、と通信があるんですけれども、えー、通学講座には必ず、えー、と通信がついています。これ値段一緒ですから、まああのね。 まあ通学取っとってていいフォローもも見るっていう形もできますね、えー、ただ生講義の方がこちらの日程でやってるんですけれども、まあ、横浜本校でやるんですよね。だから横浜に帰えないっていう人まあ通信だけでもいいかなとは思うんですけれども、えー、例えば生来れるっていう風な形であれば休んでもちゃんとウェブフォローなり DVD フォローはついていますのでその辺はご安心ください。ねでえー、と教材はこの えー、パーフェクト社労使の一問一答過去問ブックっていうのこれを使いますのでレックスの方はこれを持ってます、ね、だから普段やってるのをもう一回ここでやるっていう形にしたんでその人たちは教材なし講座っていうのでこっちで申し込んでくださいねでえー、と他社の方とか、えー、独学の方はこれ持ってませんのでね、えー、教材のある方のえー、こちらね教材ありの方こちらの方で 申し込んでください、ねはいえーまあ、全体像は、えー、こんな感じなんですけれどもやっぱり問題を解いいてて慣れていく、ね、で一生懸命暗記していたのがもう当たり前の知識になるようにね。普段はテキストで勉強していたのが、まあ、あのテキストで一生懸命暗記していたのがあの問題を解いて今の例えば仕組みがちゃんとあの自分の頭の中に残るように解説をしていきたいと思います。 年金というのは特に仕組みが難しいんで、それを理解するところから始まりますね。で、特に厚生年金と国民年金を一体で考えていかなきゃいけませんね。ねまあこういったね、えー、説明っていうのは、え私はもうレックのこのシャール氏講座だけではなくて、あの年金アドバイザーの講座も持ってますので、まあそういったあの知識を生かしてね、皆さんに伝えていきたいと思います。 まあ直前期にこの年金に強くなってもらってほ強くなってほしいそれがやっぱりあの総合点を挙げていく形になりますのでね、はいえー、それではあのご受講の方をお待ちしておりますので、えー、よろしくお願いいたします。それではどうも